えっと、改めまして、初めまして、高田智也です。えっと、僕もさっきのアレッジ、中村健太郎君と一緒で、えっと、去年のファイナリストで、たまたまファイナリストに選ばれて、たまたま、えっと、こう、前で喋らせてもらいました。で、自分からは、まず大会に出ようと思った理由と、ファイナリストまでどういう準備したかとか、どういう努力したかとか、どういう不安があったとか、話した後に、あとは、実際にプレゼンテーションやってみてどうだったか。 なんか気持ちの変化とかあったのかなとか感想とかで最後にじゃあ出たらどうなったんだろうっていう4つぐらい5分ぐらいで話せればなと思いますでまず大会に出ようと思った理由なんですけど自分はもともと違う大会に出てて旅っぽっていう会社の世界集コンテストっていう大会に出ててそれでたまたま第2回大会に出た水戸流星くんに出会ってあ流星が出てるんだったら自分も出てみようって思って でもその思った時が第2回大会がちょうど終わったあとでうわあ来年やけどどうしようって思ってた時にじゃあまず会いに行こうって思って愛知から、えっと、東京までそのさっきお話しされてたトシさんに会いに行ったのことがきっかけです。でそこで初めてトスさんにライフキャリアシートっていうのを書いてもらって初めて自分の志っていうのと 向き合うことができて、あこんな志、今まで考えたことなかったわって思って、で、その志を持ってはいたんですけど、なんか本当にこの志なのかなっていうのを考えたときに、たまたままたトシさんが SNS で、ライフキャリアフェスというものをやりますっていうのを話してて、あ、じゃあこのもやもやってちょっと解消されるかもって思って参加したのが、ライフキャリアフェス、去年のライフキャリアフェスでした。で、めちゃめちゃ2日間、 あっという間でしたなんかさっきもすごく長いって言われてたんですけど自分の中では結構あっという間だったんですけどすごい濃い2日間でプラスですごい疲れてたのを覚えてますでもそれでも2日間なんか志っていうものと初めてしっかりと向き合っていうことですごい自分自身成長できたんじゃないかなと思ってそれそのライフキャリアフェスが本当に大会に出ようと思った自分のきっかけになりましたで次にえっとファイナル ファイナルまでの歩みを少し喋っていきたいと思うんですけど、一次審査はそのライフキャリアフェスに出たプレゼンを、じゃあそのままエントリーしてくださいっていう形でエントリーさせてもらって、もらって、そのまま提出して、たまたまそれも、じゃあ二次審査っていう形で二次審査に通ることができて、 で、二次審査のプレゼン考えたときは、本当に自問自,、えっと、自問自答の繰り返しで、じゃあ本当に自分の志がそうなのかだったり、本当に今までの材料というか、今まで自分は運よくというか、なんかいろんなところで活動とかし,してきてたので、そこのパワーポだったり、あとは感想とかフィードバックだったり、あとなんか、このトゥードゥリスト。 プラスノートっていうのを作っててこれ3冊目になるんですけど毎日こういうのを作っててで自分の思いだったりっていうのがここに書いてあるのでこれとかを振り返りながら二次審査は作ってました本当にこれおすすめで紙媒体が結構おすすめでなんかこうやったら線引いたりメモしたりっていうのをしてたのでそれを見返しながら呪文に通して二次審査って結構動画だったんでなんか本当にこの動画でいいのかなって思いながら 本当に何回やろ20回ぐらい取り直していやこれでいいかなこっちがいいかなっていうのを考えながら二次審査を出してたまたまファイナルに選ばせていただいてでファイナル当日当日というか前日2日間あるんですけど本当に前日からじゃあどんなファイナリストの人来るんだろうっていうのをもう本当に緊張と不安しかなくて自分の中でじゃあこのプレゼンで行こうっていうのはある程度考えてたんですけどやっぱり不安しかなかってすごく緊張しました。 でもなんか周りの実行委員会の方とか、えっと、他のプレゼン、えっと、ファイナリストとかのプレゼンを見たりしてた時に、あ,あ自分のプレゼンってこれでいいんだ、自分のこれ出ってこれでいいんだっていうのを、なんか自信を持ってた。なんか自信を持ってたからこそ、すごくみんなの前で堂々と話してたっていうのは覚えてますね。 で、大会後の変化、最後、ちょっと長くなっちゃったんですけど、大会後の変化っていうのは、なんか大会後の変化っていうのはそんなになくて、その前から、なんかフェスの時から自分って結構変わってたんじゃないかなって思ってて、なんかフェスの、 大会の前のフェスの時から志をしっかり持ってたからなんか志は決まることによってじゃあ自分の理解も深まってなんか自分と向き合う時間も増えたし相手と向き合う時間も増えたからこそそこまで大きな変化っていうのはなかったんじゃないかなと思います。で大会後なんかいろんな方とつないでいただいて実際にプレゼンさせていただく場だったり話す場をいただけたりしたことで自分の活動の幅も広がったんじゃないかなと思います。 でなんか結構その時にじゃあ自分の志はこれですっていうのを話してたんですけど今でも結構自問自答してて本当にこれでいいのかななんか自分だったら私とあなたの関係を作るっていうのを志として話してたんですけどじゃあ本当にそうなのかなっていうのを考えた時にその時はハンセン病っていう病気を主体で今も活動してるんですけどハンセン病っていう病気を主体で話しててじゃあ私とあなたっていう関係はそこだけじゃなくて。 もっと他にもあるんじゃないかなって思った時に現在は、えっと、後輩と学生団体を立ち上げてその地元の京都府舞鶴市っていうところで今実際に,にメンバーを集めながら地域に密着した、えっと、学生と地域の人との私とあなたっていう関係を作れるような環境をこれから作っていきたいなと思ってその学生団体を立ち上げましたでなんか何やろな何やろなんか ぜひなんかフェスに参加してほしいなって思ってて、実際に2日間長いなとか、ああ、お金払わんないしどうなんかなって思って、うん、自分も実際に思っていたんですけど、なんか実際にその一歩を踏み出すことによって、すごく自分の活動の幅も広がったし、自信を持ってたからこそ、今のこの喋らせていただいてるところに立てているんじゃないかなと思うので、ぜひ参加してい,ていただけたら嬉しいなと思います。あと最後になんかまだファイナリストと。 実際にズームではあったんですけど、会えてないので、第4回大会とかで会えたらなーなんて思ってます。以上です。ありがとうございました。ともやくん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございまもやくんは、このライフキャリアフェスをきっかけに、もうがらっと変わったっていう感じが強かったんですね。そうですね。でそこからみっちり向き合って、大会当日までっていう流れで、そして。 そう、結構まだね、一年も経ってないんですもんね、去年の大会から。ね、なので、もう団体立ち上げちゃったりして、すごい大活躍。はい。もうなんかね、ノートのお話とかも良かったです。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。